何もかも終わらせてやる。派手にぶちかませ。道具の分際で我らが王に歯向かうとは愚か者。我らではない。我とお前は違う。ひとくくりにするな。ヨナ、やめよ、お兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体いらない、欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。お兄ちゃん、ごめんね。
牙だ。妹についていた魔物は消えた。カイ、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるだなんて、そんな都合のいいことは言わない。俺はただ仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、いたどこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だってさあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の大任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ、俺はまだ素人だ。我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そう、一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。ヨナの様子は？
女。大丈夫だ。シロ、どこにいる？無事なのか？探しても無駄だ。我はもう形を失った。じき声も失うだろう。故に今のうちに言っておく。よく聞け。ヨナは大丈夫だ。恐れるな、諦めるな。呼び戻せヨナを。どうやって？ヨナの、そしてお前の記憶を思い出せ。お前たちが生きる証を。俺たちの証？大丈夫、お前ならできる。ヨナの好きな食べ物は？それはクッキーだよ。ヨナの好きな本の題名は？それはね、魔法の絵本。ヨナの好きな場所は？それはお兄ちゃんのいるお家。ヨナの好きなお花の名前は？そのお花は月の涙だよ。じゃあね、ヨナが一番好きな人は誰だ？そんな、ヨナ。これヨナの体？そうだよ、お前だけの体だ。お兄ちゃん大きくなってる。大人の人みたい。ああ、あれから少し時間が経ったんだ。ヨナはずっと眠っていたの？お姫様になったみたいね。ヨナ、よかった。本当によかった。お兄ちゃん。カイネ。妹と仲良く平和に暮らせ。カイネはどうするんだ？私は、もしよかったら俺たちと。遠慮しておこう。私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな。問題？個人的なことだ。では元気でな。カイネ。お兄ちゃん見て。
がいっぱい。ああ、そうだね。Strive till the final